トライクードキング、クリジャミオです。カツオです。よろしくお願いします。お願いします。はい、モンストニュースが来たので見ていきましょう。まずはこちらです。はい、新イベント掟と構想のカルコサパート2ということで、アザトースとかのシリーズの第2弾が今回7月2日12時から来るようです。キャラ性能を見ていきましょう。はい、まずはイドーラです。非属性の反射パワー型で、麻酔原則なのでカウシーディア適性ですね。はい、貴族性キラーも持っていますし、あと SS が壁ドンね。壁ドン結構壁際にねカウシーディアいると思うので、 SS で絶対にね悪さするとは思います。で、壁ドン所持してるので、まあカウシーディアに限らずね、何かしらの仕事は別に今後あるんじゃないかな。やっぱ強い SS なんで。で、まあパワー型で乱回復弾、これ結構回復量あるので、難しいステージではその回復目的ではすごくいいかなとは思います。友情コンボもヒット数出るやつなので、その、まあ、ワンチャンプリシーパーとかもあれね、まあ、貴族性キラー乗っちゃうんで、普通のバランス型ぐらいの威力はしてるので、悪くはないかもしれないですね。ただやっぱりメインは殴りのやっぱり壁ドンとかね、今だとカウシディアの活躍になってくるかなと思います。で、今、アビリティのライン見てるんですけど、やっぱマルタアルファとの合わせとかめちゃくちゃ良さそうですね。長距離 SS 短縮弾マルタアルファ持ってるんで、一緒に連れてってね、なんか壁ドンいっぱい打てるよみたいな感じになったらいいですよね。はい、2体目水属性ウボサソラ、サスラ、ウボサスラ、はい、でございます。はい、反射のバランス型の水属性でございます。で、ギミック対応が偉いですね。ダメージボールに超マイスイーパー M でワープ持っておりますので、かなり優れたギミック対応をしている。最近で言うとやっぱり麻酔ダメオのラインでノインかな。はい、ノインでは普通に使えそうですね。他のところでも何だろう、爆裂のにぎみとかもいけたりしちゃうのかな。シュリンガールとかもいけるのか。結構広いね。そうね、このアビリティラインもらってるっていうことで、プラス、まあ、バランス型ですし、そのアップポジションキラーも持っていると。ソウルスティールで HP 確保も結構しやすい。で、ストライクショットが一番の特徴かな。これバサラについてる SS が向上に来ましたね。自走からの、まあ、触れた敵の数に応じてこの 毒の威力が増すメテオなんですけど、これが割合ですね、バサラと一緒なら。はい、これ結構ね強いんですよね。まあ、敵の数にはよるんですけど、その割合毒なんで悪さをしてしまう可能性がある。すごく特徴的でいいと思う。ただね、短縮系のアビリティがないので、まあこれをメインとして使うんだったら身で速殺持ってあげたりとかさ、そういうのをしてあげた方がいいかも。24ターンなんでね。はい、そして貴族性シェブニブラスでございます。転送壁来ましたね。貫通スピード貴族性の転送壁持ちがここで実装されたと。転送壁の貴族性は初だと思いますですかね。ここで来ましたね。最近増えがちだね、転送壁。ここから牙を向いてくるのか、下半期は。はい。で、性能なんですけど、友情コンボまず見ていきましょう。ラウンドスパーク優秀かなと思います。そして爆発持っている。弱点拾う属性の高威力の出る友情を持っているので、これなんかいいなって個人的には思いました。そしてストライクショットがユグドラシルとかビナーと一緒。まあ、で、これってさ、自走も優秀だったよね、結構。これいいんじゃないですか。これは普通になんか強いイメージしかないね、枝は。いや、SS はまあ強いと思う。うん、強いと思う。はい。まあ、ただやっぱりね、アビリティだよね、現代だと。ワープと転送壁なんで、まあ、転送壁が今ちょっと、未だにね、増えてない状況なんで、まあ、ちょいちょいやるけどね。ちょいちょいやるけど、大事な、豪雪あたりではあんまないので、まあ、これからの活躍、ダメになってくるかな。まあ、ただね、アビリティだけでその SS 友情ともね優秀なので、どっかしら刺さったら怖いですね。そして豪絶が来ますと、フラパの1日目かな、来ます。ムラクシャ闇属性でございます。はい、でフラパで来るっていうことでね、久々のオフラインでやらさせていただきます。応援よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。はい、そしてこのムラクシャなんですけど、ちょうど新ギミックも発表されてました。エナジーコンテナっていうのが今回出現するらしいです。エナジーコンテナっていうのは、
それを触れると手番のモンスターがエナジーを所持できると。でエナジーを所持したモンスターは攻撃力アップなので、エナジーコンテナにしっかり触れて攻撃力をアップしてから、まあ、敵を殴っていく、あるいは爆発に当たって友情誘発で倒していく、はい、っていう感じにはなると思います。そしてエナジーコンテナは一度触れると一つのエナジーが獲得でき、最大4つまで所持可能と。最大4つなんだよね、地雷と一緒だから、できるだけまあ4つ所持した状態で殴りたいよね。はい、そしてまあさっき地雷って話をしたんですけど、まあ地雷とちょっと違うところ、エナジーのエナジーは敵に触れると消費されるんですよ。でターンが終了するとリセット。地雷っていうのは敵に当たんなかったら多分ずっと保持した状態じゃないですか。このエナジーに関してはターンが終了するとリセット入っちゃうんですよね。そこがちょっと地雷と違うところかな。はい、そしてエナジーコンテナなんですけど、そのコンテナに数字が表示されています。今これ画面出てると思うんですけど、まあこれ5って書いてあったら、まあ5回エナジーを獲得できる、これに当たったら1って書いてあるところは1個しかエナジーをゲットできない。だからコンテナごとにゲットできるエナジーの数っていうのが限られているっていう感じですね。でターンが終了するとこれは元に戻る。いやーでもなんでしょうね、すごくスピードが必要なステージになるような気がしてるんですけど、個人的にはエナジー獲得して殴ってまたエナジー獲得して殴ってっていう、もうかなりのスピードがなんか求められそうな気がしている。いやこれどうなるかね。はい、そして重心が発表されました。アロンダイトでございます。はい、貫通の砲撃型アロンダイトっつったらさ、今映ってるこっちのカタストロフィー適正の方が俺は結構使ったイメージあるんですけど、今回こっちの方がメインというわけではなくて、神化の方がねメインできたね。砲撃型の方で渾身持ってますよ。つきましたね。いやーもう工場に普通につくんすわ渾身。これオセロも渾身マジでもらったな。いやかなり確率は上がってるマジで。テキーラアロンダイトでしょ、うん、うわーこれオセロもらいますわ。はいはい、これは楽しみね。一つで新しいので、聖騎封じ、はい、これは聖騎士と妖精なのかなにキラーが乗りますと、これが初で友情にも乗ってきますよ。で源流封じになったのかな。もともとがそのドラゴンキラーを持っていて、まあ、カタストロフィーのチポンを倒すのに役立ったよねっつうのが、はい、まあ、範囲も広がってねすごくいいんじゃないかな。4つのキラー持ってるんですよねこいつ。範囲は広めですね。うん、で渾身とさっき言った。で友情コンボがトライデントダンクレーザー EL っていうことで、アナスタシアとかねにもついてる、かなり強力な、まあ、ゲージも吹っ飛ばしちゃうような友情コンボなので、なんだろう、普通にキラーも乗ってきちゃったら強いのかな、攻撃型だし。はい、でストライクショットもビット友情ビット展開モツアルとかのやつ、これ展開した状態のトライデントダンクレーザーはマジでやばいね。マジでやばいと思う。レーザー9本当てる。うん、アナスタシアより多いよレーザーの数。やばすぎ。はい、でも1段階目の方は次のターンまでしか続かないって言ってたのかな。なので、まあ、2段階目だったら1周分とかありそうだけど、はい、まあ、だからそこら辺うまくね速殺とかつけて、なんか4手目とかにこいつを置いて友情ビット展開しといて、まあ、次の5手目でボンワンパンみたいな感じの手数組む時とかももしかしたらあるかもね。はい、続いて重心係でヘラが来ましたと。いやヘラ強いねこれ。めっちゃ強くないこれ。めっちゃ強い、びっくりしたわ。はい、じゃあ性能見ていきますか。はい、はい、まずはまあ貫通超バランスはここまでは普通ですね。はい、で飛行がマイスイパーエルになりました。まず偉い、シンプルに偉い。そして SS ターンチャージ M もコネクトでもらっております。いやね、ターンチャージ M ね欲しかったところ来てくれたねこいつは。うん、これサポート性能バッチリですよと。まあサポート性能ってやっぱり白爆発とかも欲しいわけですよ。ちゃんと持ってますよね、しかも EL 素晴らしい。でメインの16方向レーザーもあれサマーだもんね。サマー、そうだね。おいおいおい、これ2体目かな。2体目です。いやー、しかもメインでねこいつは持ってるんでいいっすよね。かなり殲滅能力も高くてサポートもできる友情ここになっていると。でそこからターンチャージ M で飛行浮よね。飛行浮よめっちゃいいんすよこれ。悪さできますよこれ。絶対悪さできる。
まあ、例えばもう常に乙骨マインスイーパー状態よ、マインスイーパー飛行状態だから地雷のところも行けるみたいなね。しかも飛行不与って案外その計測ターンが長いですよね。付与されたやつが2回行動するまで飛行持ってるんで、2回行動ってすごくないですか。長いよね。だから案外長いんですよ。2体ループできるんでしょ、1体で。そうやばいね。すげえいいと思うけどな飛行不与。俺最初ね、その近畿の25の周回ね、まだジャック・ザ・リッパーとか出てない時はその乙骨で考えてた時にこのヘラ使って飛行不与してみたいなことも考えてたんですよ。なのでなんかこいつ本当飛行不与のためだけにヘラぶち込んでいくってパターンは全然あるような気がするな。で重力と幻想壁にも対応できるようになったのか。かなりいけるところも広がってそうですね。そして自身でも SS ターン短縮があって SS がバフ、しかもただパワーがアップするだけじゃなくてスピードもバフするんですよね。これの倍率がどれぐらいになってるかは気になりますね。まあ 1.5 か普通、まあ、1.5 もらえたらめちゃくちゃいいね。スピードもアップするから。だってやっぱりこいつカッツなのが偉いね。サポート能力としてルナがやっぱり反射ではね猛威を振るってるんで、こいつ貫通なので住み分けできて普通のが素晴らしい。コネクト条件もなんか割と達成できそうだしね。まあヘラ自身がその神なので結構他の種族と合わせやすいよね。そう、この辺がティアラと違うところよ。もうティアラさあれいじめでしょ。いじめ完全に。えぐいってあれは。あヘラに関してはそこら辺ちょっと良かったですね。救われたわ。このサポート性能もらってるならもうちょいコネクト絞られるかと思ったけどね、ティアラみたいに。それがなかったんで嬉しいところかな。もしかしたら強烈適性もありえちゃうかもね。あーなるほどね。闇なんで、ね、タイミング的にはね、タイミング的にもそことかも加味するとちょっと怖いですね。そうですね、まあ、いいキャラになりましたね。はい、とてもヘラいいキャラだと思います。はい、ということでもちろんモンストニュース見ていきましたけども、いやまあ新イベント普通に来ましたよね。はい、まあ新イベントはまあフラパ前なんでね、まあスルーするのが妥当かなとは思います。うん、ただただその今回の重神化界のヘラとか、まあアロンダイト結構強いね。なんかフラパ前だからなんかバグ入ってるよね。なんかバグ入ってんのかね。結構いい感じの性能だなと思いましたんで、すごく重心化重心化回が楽しみです。あとはまあ豪絶、豪絶きますね。まあ何を適正もらうかっすね。光属性は最近出たジャック・ザ・リッパーとかも可能性あると思いますし、このヘラがね活躍する場合もある。ヘラとジャック・ザ・リッパーの合わせも良さそうだよね。幻想壁重力とかになっちゃったら無双しそう。無双しそう、マジで。無双しすぎてちょっと怪しい感はあるけど、まあ、あとはフランクリンのライエンだったりね。あの転送壁が光が多いのでね、どうなってくるかっていう感じだね。いや楽しみですね、その辺のライ楽しみだね。まあゴーゼスのキャラの性能もちょっと気になるところだし。確かにね、ゴーゼスキャラやっぱ強いイメージあるんで、はい、どうなるでしょう。はい、楽しみですね。ということで今回のニュース以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ。